加圧水型原子炉用制御棒制御棒とは原子炉の出力を制御するための棒状または板状の物体である原子炉の出力制御のためには原子炉内の中性指数を調整して反応度を制御することが必要である停止状態の原子炉には中性子を吸収する制御剤でできている制御棒が差し込まれており各分裂反応に伴う中性子を吸収して 臨界状態にならないようにしている。原子炉の起動時、制御棒を徐々に引き抜くことで、炉内の中性指数を増加させ、臨界から低核出力になるまで反応を上げていく。緊急時にはすべて挿入され、原子炉を停止させる。沸騰水型原子炉は、冷却水の水量の増減による、炉内蒸気、ロイドの量によって、短期的な出力調整が行えるため、 制御棒は主に長期的な反応度の調整に用いられる。BWR は圧力容器上部に主蒸気系配管が通っているため圧力容器の下方から水圧動作の制御棒駆動装置で炉心内に挿入される。緊急時には蓄圧タンクからのガス圧で炉心に全挿入される。制御棒断面は4体の燃料集合体の間に 挟まるような4つのブレードを持つ十字型をしており、運転サイクル中の原子炉の反応度変化に追随して細かな調整が行えるように、制御棒上部と下部では材質が変えられている。改良型沸騰型原子炉の CRD は水圧電動となっている。加圧水型原子炉では短期的な出力の調整に制御棒が用いられる。制御棒はあらかじめ燃料集合体内部に、 分散して組み込まれており、一括して制御されるため、制御棒クラスターと呼ばれている。制御棒クラスターは、圧力容器上部の電動 CRD によって、炉心内に挿入される。緊急時には、制御棒が CRD から切り離されて、重力により、炉心内に全挿入される。制御棒断面は、燃料棒と同じ円形をしている。 一機の CRD には4体の燃料集合体の制御棒クラスターがまとめて接続されている。BWR とは用途が異なるため制御棒の材質は異なる。なお、PWR の長期的な反応度調整は一時、冷却水中の放散濃度により行われる。その目的のために中性子を強く吸収する材料でできている。主なものを例として載せる。 ありがとうございます。